皆さんこんにちは、くるくるクールです。今日もマリオメーカー遊んでいきたいと思います。今回は注目のとても難しいから迫りくるドッスンベストタイムを狙えマイさんという方のコースですね。クリア率 0.41% のベストタイムが61秒、かなりの高難易度、そして長いコースのようですが、迫りくるドッスン、なんでしょうね、スピラン系だと思っていいんでしょうかね。後ろからドッスンが今追いかけてきているの皆さんお分かりでしょうか。でももう振り切っちゃってるような気もするんだけど、どこまでついてくるんだろうね、あの人たち。ドッスンさん、はい、これは、はい、トゲ危ねえ、怖え。で、ショロップ、怖い、あの弾が意外と怖い。よいしょ、ほい、あ、ドッスンさんが今下にいるのが見えたけど、もう結構離れてるような気もするんだけど、なんでそんなところにトゲがあるんだよ。それいけないよ、難しいんで落ち着いていきましょう。はい、どっこらしょ、ここが難しいぞ。これでいいかな、ボム兵は関係ないよね。ほいほいほい、関係ないと思うんだけど、この辺は。ほい、もうドスンさん振り切っちゃってるんじゃないかな、大丈夫かな。あとはガリガリとか普通に当たらないように十分気をつけていけばいい気もするんだけど、よいしょ、こう来て、うん、おわ、ガリガリが来た。レール上動いてるのドッスンだけじゃないんだね、っていうかもうドッスン関係ないっすよね。ここまで来て追いつかれるってことはないんじゃないかなと思うけど、これ怖いな。ほい、ここです。あー、危ねー、疲れところだった、止まれてよかった。そしてしゃがんで落ち着いて、上にもファイヤーバーがいらっしゃったんで、当たらないように当たらないように、はあ、ここで当たるとか、ど、なんなのこうですね、やばい、ドスンが今回早いっていうか、こっちが遅いんだ。あ、なるほどね、やられてしまった。で、ここが、よいしょ、危ない、何ですか、あのファイヤーいただけなくない、うっそ、ぴょーん、自ら当たりに行っちゃうんだよね、ああいうのって。ちょっと失敗、でもまあいいか。問題は次のパックンエリア、ここを抜けられたね、よかったよかった。ここ抜けちゃえば第一関門は突破と思う。ここは別に難しいことは何にもないと思うんで、こんな行き方じゃなくても普通に行けたりもすると思うし、あとは変なところからガリガリが来るかもしれないから、それには要注意で、多分もうドスンに追いつかれるっていうことはないでしょうね、きっとない。ここのガリガリもしゃがんでれば当たらないですし、どこってことはない。ほい、よいしょ、そして、はい、さっきどこでやられたんだっけ、もうこの辺でやられたんだっけ。あー、ドスン意外と来てるぞ、やばい、迫りくるドスンに注意。さっきここでやられたのか、こんなところでやられるかな俺。まあやられるんだよな、まあ俺だからね、うん。ファイヤーバーに気をつけていって、まあそれほど長いファイヤーバーじゃないんで、落ち着いていけば大丈夫かな。よし、ゴール、よかった、クリア率の割には割と早くクリアできたんじゃないでしょうかね。はい、最初のコースですね、なんとかかんとかクリアすることができました。迫りくるドッスンベストタイムを狙え、30秒も差があるの、早いね、ベストタイムの人、多分1回でも止まっちゃいけないぐらいの感じなんでしょうかね。それでは次のコース遊んでいくる。はい、次のコースはこちら、今度はランキングじゃなくて注目の難しいに変えました。とても難しいわね、1回の動画で1コースが精一杯、3つのリフトを乗りこなせイルカさんという方のコースですね。名残雪、クリア率 5.58%、 ベストタイムはちょっと見れなかったんですが、
まあなんとかなるでしょう。 5% 台のコース3つのリフトを乗りこなせ、ポンポンポンと乗っちゃったけど、これで良かったのかな。大体ね、やらせたいことは想像はつくんですけども、ここで上に行っちゃっていいのかな。ピロロン、今スマホに何か入ってきましたね。書類の不備があります。戻ります。大丈夫かな。お疲れ様でございます。ねえ、書類の不備なんかね、あ、そっちで勝手に直しといてくれとか思わなくもないけど、まあ、大事な書類だったらそういうわけにもいかないのかな。めんどくさいところですね、お役所勤めの。そんなわけでちょっと撮影は今中断できないので、後ほどお返事は返すことにしまして、このままどん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 進んでいきましょう。ほい。これどこの段に乗ってればよかったんだろうね。上の段でよかったのかな。真ん中の段には今、あ、真ん中だな、乗るの。そしてここ一方通行があるから気をつけていかないといけないんだけども、よし、いけたー。3つのリフトを乗りこなせ。ほとんどずっと上の段にいたような気がするというか、一番下は 2,3 回しか乗ってないんじゃないかな。無事クリアすることができました。3つのリフトを乗りこなせ、イルカさんのコースでした。ありがとうございました。あ、これ気になりますね。最有機2017マリオバージョン、どんなコースなんでしょうね。そこに行けばどんな夢も叶うというよ、誰も皆行きたがるが、遥かなで、その日の名はガンダラ、どこかにあるユートピア、どうしたらいけるのだろう、教えてほしい、ガンダラガンダーラサイトワーズインディア、ガンダーラガンダーラ愛の国ガンダーラ。はい、だからどうした、ごめんなさい。皆さんお願いしますので、ブラウザーバックしないでください。泣いてしまいます。よろしくお願いします。これ以上私に惨めな思いはさせないでください。クルリンクルリンクルリン、届かない。3段ジャンプじゃないと無理か。どうでもいいんですけどね、ガンダーラってね、ある場所インドじゃないんですよ。皆さん知ってましたね。今の歌でね、あのガンダーラ有名な曲だと思うんですけど、 Say it was the India、 インドにあるなんて言ってたんですけど、厳密にはインドじゃありませんので、お気をつけください。よいしょ、クルリンクルリンクルリン。3段ジャンプするのが難しいな、ここな、足場の関係で。何何何何、あのクッパクラウンは、っていうかよく考えたら鍵持ってないよ。ほい、うそぴょん、あのクッパクラウン待ってろって、それはないよ。均等運、まさかまさか、あれはお釈迦様が持ってきてくれたんですかね。皆さん、ドラえもんの西遊記見たことありますか。私ドラえもんの西遊記大好きですよ。多分さっきのガンダーラの方の三蔵法師じゃなくて西遊記よりも好きですよ。だからどうしたって、だからどうしたですよ、本当にね。どうでもいいですね。はい、ここにいれば上からディスコの光の中からクッパクラウンが降ってくる。これは気づかないでしょう。まさかの間違えですよ。そしてだってね、鍵持ってないもんね。ガンダーラガンダーラ
say it was in India. ガンダーガンダー、ただのブロック。これで鍵をゲットして、どうしよう、あの赤扉に本当に入っていいのか、それともこのまま進んでいくべきなのか。とりあえず赤扉まで戻りますかね。うん、戻ってみましょう。キントウーン、待って、キントウーン、俺のキントウーン、よいしょ、ほいほい、お邪魔します。これでゴールでしょ。違うのかよ。なんでこれはお釈迦様の手の上か。釈迦様、よいしょ、ドラえもん、よし。なんだこれは、誰の顔なんだ。怖えよ、なんか書いてあるけど全然見れなかった。怖いよ、助けてー、ドラえもん、助かった。あ、ファイヤーファイヤー、よーし、うわおわお、ま、待って待って、これどこ行けばいいの。え、わかんないわかんない、どうすればいい。上になんか今クッパいたの分かったけど、よいしょ、あ、ここか、ここだ、助けてドラえもん。よし、ボム兵持ってきちゃったぞ、大丈夫。おお、なるほどね、岩山の中に封印されて現像三蔵法師が来るのをじっと、ま、お待ちなさいと、そういうお釈迦様のお言葉でございました。最有機2017マリオバージョン、ノブさんのコースでした。ありがとうございました。はい、それでは今日の最後はこちらのコース遊んで終わりにしましょう。普通のマリオ3メドレー、難しいっていうのもあったんですけどね、難しいの方はクリア率が低かったんで、まあ後日でもしできればやっていきたいと思います。難しいぞ。100秒切っちゃったよ、急げ急げ。飛空艇だ、すげえ、シーンまで変わるんだ。お、クッパ城っていうか飛行船か、飛行船の音楽すごいね、本当にメドレーだ。そしてゴール、イエース。いや、演奏系のコース作れる人ってやっぱりセンスがいいんだろうな。普通のマリオ3メドレー、マリオ3メドレーでした。ありがとうございます。あのね、私がみんなに作ってもらいたい演奏系のコースね、逆転裁判系、逆転裁判の追求とかね、まあわかる人あんまりいないかもしれないですけど大好きなんですよね。いつかは聞いてみたいです。もしコースあったら ID 教えてください。うん、それでは今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。チャンネル登録まだお済みでない方、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。それとコース募集もしてます。さっきの逆転裁判の演奏系じゃないですけれど、それ以外にもね、優しさのあふれるコース大募集です。それでは明日はあなたのコースにくるくるくる。今日もご視聴ありがとうございました。ゆっくりと楽しんでいただけたら幸いです。もしよろしければ、またゆっくりしに来てくださいね。チャンネル登録と高評価をいただけると、尻尾を振って喜びます。これからも皆様に楽しんでいただけるよう、うく主も私たちも頑張ります。それでは、またお会いしましょう。明日も、楽しい一日が、きっとやってくる。